横山和夫は、日本の官僚、政治家、横須賀市長、広島県被馬郡東上町出身、1942年広島分離科大学卒業。翌1943年公文行政科合格後、消防庁総務課長、自治庁官房調査官、滋賀県教育庁を経て1961年、横須賀市助役。 長野正義市長下で3期務め1972年、米国側から出された空母ミッドウェイの母校化要望に対して外務省その他関係機関との交渉を担当し、米軍提供水域の返還などを条件に、米軍母校化受け入れ決定の中心的役割を果たした。1973年市長選で長野市政の唯一の後継者を打ち出し当選。 以降1993年まで、歴代最長の5期20年にわたり、横須賀市長を務めた。市長在任時の業績として、横須賀市中心市街地、三笠公園拡張、横須賀リサーチパーク整備などがある。また、市政施行75周年を迎えた1982年の文化元年、1989年の核兵器廃絶、 平和都市を宣言し、オーストラリアフリマントルシシマイ都市、英国、ジリンガムシシマイ都市援組にも尽力した。その他全国基地協議会会長なども務めた。1993年訓に等水法省受賞。ありがとうございます。